でも豊ノ島さんもだって相撲で懸賞金ブワーって回ってたら、はい、おやべえなって思うでしょ。さっきからお金の話になっちゃうんですけど、うん、それはやっぱ数えますもんね、うん、今日いくらかみたいな、うん、白鵬ってなるとなかなか難しいわけですよ、はい、白鵬の30本よりも、はい、遠藤とか、はい、高見盛りですね、はいはい、この辺の7、8本の方がやっぱちょっと力入りますよ。やっぱ行ける率高いよな、こっちの方がって。ここ絶対取りたいみたいなありますね、はい、そう、副賞ないんですか。優勝した力士にあの副賞すごいですよ。優勝したらえぐいっすよ、なんか、はい、椎茸1年分、はいはい、椎茸でも部屋で食べるんですよね。部屋で、あれほんとね、なんかこんな椎茸入ってるんですよ、はい、こう透明の入れ物に。それ自分一人で持って帰ったらもうブーイングなんですか。おあいつ持って帰ってるよみたいな。それはなんかちょっとケチっすよね。かっこ悪いじゃないですか。